川越車両センター。川越車両センターは、埼玉県川越市並木、代表所在地。大部分は、道宿区へ一部が、道市、古谷本郷にまたがるにある、東日本旅客鉄道、JR 東日本大宮支社の車両地である。当センターは、埼京線、川越線、八甲線、駒川八王子間のみ、で、営業運行に供する車両を受け持つ。 車両基地である。川越線の指線南古谷間に立地し、両駅から出入陸が可能である。なお、早朝から朝ラッシュ時にかけて、指線始発の最強線の列車が、南古谷始発の川越線と最強線の列車が設定されている。入陸の場合は、大宮駅、または川越駅からの回送列車として運転されている。当センターは、 将来の編成数増強に備え、当初より留置線を拡張可能な用地を確保している。また、本線と出入陸線との分岐点、荒川橋梁の西側すぐから南古屋駅までの間は複線化用の土地が隠されており、一部は留置線として利用されている。宮派へ、大宮支社を意味する、宮と川越を意味する、派へ、旧金遣い表記、川越に、 由来から構成される。解説当初は、北派へ、北は、国鉄東京北鉄道管理局を意味し、1987年、昭和62年3月31日までの略号 JR 東日本発足後は、東派へ、東は、東京県運行本部、東京地域本社現東京支社を意味し、2001年。 平成13年4月1日の大宮支社発足までこの略号であった。当車両センターは国鉄時代末期に開業した最強線の開業前の1982年昭和57年7月1日に川越準備電車区として開設した車両基地で同年11月に設置工事に着手し1985年昭和60年9月1日に 川越電車区が正式に発足、電力、北派へ、同年9月30日に全面使用を開始した。使用開始時の配置車両は、品川電車区、山手電車区源、東京総合車両線に2 0 5系を180両、投入し、103系180両、重量編成18本、と池袋電車区、現、池袋運浴に配置されていた赤羽専用103、 計50両、10両編成5本を、さらに、陸前バルの町電車区、現、仙台車両センター、宮城の発出所に配置されていた72系のアコも、改造車を103系の機器類に交換した上で、103、計3000番台として転用した車両を15両、3両、編成5本、松戸電車区、現、 松戸車両センターから県引尺もや143型一両をそれぞれ川越電尺に転属させた。ただし実際は103系例番台は10両編成21本が配置された。これは1986年昭和61年3月3日の最強線池袋新宿間開業分の20両を除いた転属で他3000番台3両編成5本。 県院尺模や143型一両の計226両が配置された。前述の1986年の開業時に山手電車区から残り分の103定例番台重量編成2本が転入した。また、浦和電車区、現、埼玉車両センターから重量編成1本、と呼び車、区派1 3 2両、計12両が転入した。 1987年、昭和62年4月1日に国鉄分割民営化により JR 東日本が発足、略号は東廃となった。1989年、平成元年に川越線、大宮川越間全列車重量化され、103系、0番台重量編成と3000番台3両編成が同じ線路で運用することはなくなった。 同年7月1日から最強線に205系バンダイ重量編成の営業運転が開始された。1990年、平成2年12月10日に、最強線用103系ンダイ重量編成の運用が終了し、205系バンダイ重量編成は、103系を置き換えた分と運転本数の増加分で250両となった。1996年、 平成8年3月16日に、埼京線、新宿恵比寿間開業及び八高線、駒川八王子間殿下に伴い、埼京専用205系0番台重量編成4本が、転入、103系3000番台は4両化され、3500番台4両編成1本と、新生の209系3000番台4両編成4本、投入された。 同年12月4日のダイヤ改正に伴い、205、計例番台重量編成1本が、三鷹電車区、現、三鷹車両センターから転入し、区所の配置車両は、103系24両、205系300両、209系16両、牽引員尺もや143型1両の、計341両となった。2001年、平成13年4月1日に、 大宮支社発足により、同志社に移管され、略号を宮派へに解消し、武蔵浦和発出を松戸電社区から移管した。同年8月6日から、山手線 E231 系500番大投入に、伴い、6、扉車、佐波204対治両を、試験的に205系0番台重量編成第8、編成の2号車へ連結した。2002年、 平成14年6月10日から205系0番台重量編成の川越より2.3号車に6扉車、サハ204型の連結が開始され、2008年、平成20年2月8日までに26本への組み込みが完了した。2003年、平成15年11月10日には205系3000番台の運用が開始された。2004年、 平成16年6月1日に川越車両センターと解消。2005年、平成17年3月に103系3500番台の運用終了。同年7月31日に埼京線、川越線で東京圏輸送管理システム、アトス、アトスの使用開始。同年10月2日には103系3000番台の運用が終わりした。2013年、 平成25年6月30日から E233 系7000番台の運用が開始され、同年12月25日までに E233 系7000番台重量編成31本の投入が完了した。2014年平成26年2月に205系0番台重量編成は全車の運用が終了する予定だったが、2017年秋に予定される。 最強戦での a ックス導入に備え、車両の改造工事期間中の予備車を確保するため、そのうちの第28編成が予備車として残存した。2016年、平成28年10月27日に E233 系7000番台全編成、a ックス設置完了に伴い、205系0番台、第28編成の運用が終了。これをもって、 205系バンダイは1989年、平成元年の営業運転を開始してから約27年の歴史に幕を閉じた。2017年、平成29年11月24日に、川越線、八甲線の運用車両を置き換えるため、三鷹車両センター所属中央、総武観光専用の E231 系例。 バンダイを改造した e 2 3 1十3 0 0 0バンダイが新たに配属され、さらに、同センター所属同専用の2 0 9系5 0 0バンダイから改造された2 0 9系3 5 0 0バンダイが2018年平成30年1月15日に配属された。これに伴い、同年2月9日に2 0 5系3 0 0 0バンダイの第82編成が廃車された。 1982年、昭和57年1985年、昭和60年1986年、昭和61年1987年、昭和62年1989年、平成元年1990年、平成2年1996年、平成8年2001年、平成13年2002年、平成14年2003年、平成15年2004年、 平成16年2005年、平成17年2006年、平成18年2008年、平成20年2013年、平成25年2014年、平成26年2016年、平成28年2017年、平成29年2018年、平成30年。配置車両は以下の通り、車両数などは2019年8月9日現在の、 データ。E233 系、電車、380両。209系、電車、40両。E231 系、電車、16両。雲屋143型電車、1両。エトレーン、6両。103系、電車、0.3003500番台205。軽零番台。最強専用205系3000番台。 東京臨海高速鉄道70-000、軽電車が夜間大白で入力する。武蔵浦駅構内に検査係2名が常駐する、当センターの発出所。2001年4月1日の大宮市社発足時に、松戸電車区、現、松戸車両センターの管轄であった、同発出が当センターへ移管された。最強線をはじめ武蔵野線の車両を不具合に対する、 応急処置を施し、列車の遅延などを最小限に抑えている。所属車両以外の車両にも対応しなくてはならないため、各形式の構造に熟知する必要があるので、当センターでは、社員全員による勉強会が随時開催され、技術継承と人材育成に役立てている。通勤新線、最強線の車両基地は、 東京都心に近い沿線に設置される予定であったが、幼稚年室の困難さや地元の反対により頓挫した。ついで、通勤新線の直通先とされていた高崎線、宮原周辺に設置しようとしたが、やはり幼稚年室は困難であった。そこで、川越線を電化し、沿線の広大な田園地帯に土地を取得して、当センターを設置したという事情がある。 時間の問題から容易に土地取得ができる田園地帯を選択したために大宮方面とは荒川を隔てた西側に所在しているが荒川橋梁は構造上強風の影響を受けて運転見合わせまたは助行運転する子がある運転見合わせともなると電車の入りでができなくなるため運行本数は減少し混雑率が増加する 一旦運行トラブルが発生すると八甲線、川越線、埼京線及び直通する臨海線のみなら、埼京線と池袋大崎間で山手貨物線を共有して運行している湘南新宿ラインや、その関連路線、列車、横須賀線、総武快速線、東海道本線、宇都宮線、高崎線、成田エクスプレスなど、にまで鎖的に、 ダイヤの乱れが発生する事態に至る。現状では、荒川橋梁の暴風対策強化がその対策となっている。当センターの移転については、移転場所の確保や巨額の費用の問題があり、地元自治体から要望が出ている川越線の複線化も含め、検討されていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。